すり抜けたて大山さんが子供の頃の話小学校の1年だか2年だかの頃だったと思う学校の帰りがけに交差点にお花とビニールに包まれたウサギのぬいぐるみが置いてあるのを見た1 5ンチくらいの比較的小さなぬいぐるみだが 可愛いドレスを着ていて、お店では売っていないようなタイプのものだった。うさぎが大好きだった大山さんは、気になりながらもうちに帰ったが、帰宅後もぬいぐるみが気になってしょうがない。翌日学校に行くときも、やっぱり気になる。そんな調子で、数日、そのうさぎのぬいぐるみが気になりながら、 大山さんはその道を行き来していた。そのうさぎのぬいぐるみを見つけてから一週間近く経ったと思う。雨が降り出しそうなどて天の下、大山さんはとうとううさぎの前で立ち止まってしまった。この子が欲しい。どうしても欲しい。このぬいぐるみも、 こんなところに一人ぼっちで置かれてるなんてかわいそう。今日は夕方から雨が降るから、早く帰ってくるのよ。今朝、ママもそんなことを言ってた。雨が降るのに、こんなところにいたらずぶぬれになっちゃう。そんなのすごくかわいそう。そう思ったお山さんは、とうとうそのぬいぐるみを手に取って、 ランドセルにしまい込んでしまった。ドキドキしながらうちに帰ったけれど、堂々と出すわけにはいかない。だから宿題をしながらこっそりランドセルを覗いて楽しみ、ようやくランドセルから出したのは、寝る間際のことだった。ビニールに包まれていたうさぎはとてもきれいな状態で、新品のように思えた。 そのうさぎを抱っこすると、大山さんはそれをどこで手に入れたかなんていうこともすっかり忘れて、大満足で眠りに落ちた。大山さんが目を覚ますと、あたりはまだ暗かった。城野党のぼんやりとした明かりの中で寝返りを打つと、畳の上にうさぎのぬいぐるみが転がっているのが見えた。あれ 抱っこしていたのにぼんやりそう思って手を伸ばそうとすると大山さんの手とうさぎの間を何か白いぼんやりしたものが遮ったうわっ驚いて手を引っ込め布団を頭からかぶった一瞬現れただけだったけど それが手のように見えたからだった。何今の。パパママ隣の部屋で寝ているはずの両親かと思ったが、足音もしない。しばらく布団から顔を出せずにいたが静かなままだったので、そっと大山さんは布団から顔を出してみた。床の上に。 うさぎが寝ている。「そのうさぎにむかってこわごわ手をのばそうとすると空中からすけた手がうさぎにむかってのびるのがみえたそののびた手はうさぎをつかもうとするのだがすりぬけてしまう」「すりぬけた手はいったん消えるとまたあらわれてはうさぎをつかもうとする」 だがそのたびにつかめないまますりぬけて消えてしまったその様子は朝日が部屋にさしこむまで続いた眠れないまま過ごした翌朝大山さんは母に通学路途中のあの道で何があったのかを聞いてみたうさぎと一緒に置いてあった花に 意味があっったたたののかか知りたかったのだ聞けばその交差点では通勤途中の OL さんがトラックにはねられて亡くなったのだそうで結婚間近だった彼女の婚約者は大層悲しんだということだった改めて学校に行く前にそのウサギを眺めるとなるほど白いドレスを着ている。 これはその OL さんのものだったのかもしれない。すると、夜に現れた手は、このぬいぐるみを取りに来たのかもしれない。そう考えると、正直大山さんは怖かった。だが、この愛らしいウサギを手放すのはどうしても嫌だ。悩んだあげく、 大山さんはウサギを学習机の引き出しの奥の奥にしまい込んだたまに夜中に目を覚ました大山さんが見ると机の引き出しを開けようと必死になっている透けた手が見えるのだというそのウサギはその後20年ほど大山さんの手元にあった大人になってからは自分の罪に気がついたけれど 今更どこに返していいのかわからない返すに返せないウサギとそのウサギを取り返そうとする手に悩まされたまま大山さんは大人になったそんなみそじを目前に控えたある日大山さんは5年ほどつきあっていた彼氏と結婚することになった式場も決まり新婚旅行も決まり ウキウキしながらら仕事からの帰り道。大山さんは交通事故に遭ってしまった聞けばハンドルが勝手に動いてガードレールにぶつかったのだというその瞬間に聞いた声が現実だったかどうか今でも確信が持てない「返してくれないならあなたも来て」 その声に怯えた大山さんは、退院すると即座に松葉杖をつきながら、うさぎを近くのお寺に持ち込んだのだそうだ。ただ近いからというだけで持ち込んだそのお寺に、果たしてうさぎの持ち主は眠っていた。その墓前で頭を下げ、うさぎを返した時から、あのスケルテは、 見てないのだという。